お待たせいたしました。準備が整ったようなので披露していただきましょう。それでは1番目のペアはミスターエントリーナンバー2番行徳智人君とミスエントリーナンバー6番日向香菜さんです。どうぞ。新入社員行徳智人は先輩である平田香菜に新人教育を受けているのであった。平田先輩、頼まれた書類書いてきました。全然ダメこの前言ったこと全然違うじゃん。やり直し。申し訳ありません。すぐ作り直してきます。平田先輩、今夜一緒にご飯行きませんか？何バカなこと言ってるの。仕事ができるようになってっから言ったよね。わかりました。いつもこんなこと言っちゃうけど、本当は内心嬉しい。あ、こんなことしないでよね。何言ってんですか先輩、頑張りすぎなんですよ。もっと僕の頼ってください。うるさい。平田先輩、待
きだ。さて、京都くんと平田さんによるシチュエーションでしたが、いかがですか、はい、実際にまたステージを回って大きく立っていましたけども、はい、先輩上司と後輩ということで、はい、この企画をこのシチュエーションでやろうと思ったのはなぜでしょうか。この2人でやるってなった時にちょっと超ストライクのなんか王道のなんか恋愛胸キュンエピソードをシチュエーションでやりたくて、でこのエピソードにしました。これは京徳くんがこういう上司がいたらいいなと思うとか。そうですね、いたらいいですね。ちょっと願望が現れということで、平田さんはどうでしたか、上司を演じてみて。すごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの人に胸キュンできるように頑張りました。皆さん胸キュンできましたか。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは以上、京都くんと平田さんによるシチュエーションでした。ありがとうございます。ありがとうございます。